何を隠してる。いや、ブルームがピアスに莫大な懸賞金をかけた。生け捕りにしなくてもいいそうだ。だから今回はバンはいらない。ロザリオ兄弟に連絡しろ。冗談だろ。ポーニーで起こした騒ぎを知らないのか。あいつらを理解しようとしても無理だ。何も考えてないからな。データの回収はしない。警告も発しない。最初から本気で頭を打ち抜く。特徴と住所を伝えるだけで標的を片付けてくれる。奴らが姿を現したらその場から離れることだ。住所は？ブルームの返事待ちだ。分かったら実行する。まだ見つかっちゃいないらしい。ひとまず安心だ。警告しとくか。間違った番号にかけてるようだ。今すぐ切ってくれ。俺を探しても見つかりはしない。すぐに切る。ピーとも言わない。はん、出ないな。番号よ。なぜ知ってるの？公表してなかろうと探し方次第で見つからない番号なんてないのよ。エイデン・ピアースが滞在していた場所を知ってるの。けど先に1万ドルを払うのが条件よ。入金用に匿名の口座番号を送っておいたわ。待って、1万ドルの価値があるという証拠は？話は終わりね。それじゃ。待って、分かったわ。ほら、大した情報じゃなければ盗まれたことにするわよ。大した情報よ。ピアースはあなたと同じ屋根の下に住んでた。従業員たちがバンカーと呼んでた場所よ。バンカー？あそこに。裏が取れたら残りの金額を忘れずに振り込んで。私、舐めた真似をする相手には一切容赦しないの。くそ、ピアースのやつ痕跡を残してなきゃいいが、確かめた方がいいな。これです。ありました。偽名でホテルを予約したようです。セントルイスにいます。セントルイス？くそ、取り逃がしたわ。あの男に関する情報を残らず探して。レイモンド・ケニーも彼もここにいたはずよ。早く止めないとな。まずはあの女の電話を盗聴可能にして、これで電話が来たらすぐにわかる。
イのファイルを調べれば調べるほど驚きの事実が明らかになっていく。まず男じゃない、しかもかなりの美人。写真を見たことがある。ニュースになった撃たれたデッドセックのメンバー、クララ・ライル。彼女がバッドボーイだった。なぜ彼女は撃たれたのか、答えは簡単。エイデン・ピアス。そう、彼女はビジランテとつながりがあった。だけど事態は深刻になっていく。彼らはどこを拠点に選んだのか。バンカーよ。バッドボーイによればそれは実在し、彼女は内部にも入った。今の私にはかなりもどかしい状況ね。この情報をデッドセックに渡し、この街での名声を揺るぎないものにすることも、ブルームに情報を売り10万ドルを手にすることもできる。昔は体制に立ち向かい秩序を乱すことが全てだった。それともその逆かしら。最近になって思うのは、どうあがいてもこの世界は死ぬまで続く下り坂ってこと。それに新しい車も欲しいし、さてどうしようかしら。おっと、シャーロットが電話してる。聞いたところ、ピアスの暗殺を受け負ったそうね。あなたがロザリオ？その一人だ。用件は？セントルイスにそれらしい住所があるの。向かってもらえる？車はある、行くのは構わないが、金はあるのか？ブルーム社よ。俺たち兄弟であんたらの標的は始末する。その前に何人か消さなきゃならねえ。念のためだ。ピアスの古い隠れ家に行く。奴の妹とメンデス弟子の住所も掴んだろう。詳しい報告は結構よ。嘘だろ、エイデンじゃない。おいおい、なんだこりゃ。ピアスは逃げない、わかるんだ。ならどこにいる。この街は地獄だ。路上で人が死んでる。彼は一体どこに。クソ、彼は死ぬわけならない。実は衣装が完成した。資料はほとんどなく、ぼやけた報道写真だけだ。だが近いものができた。これを着て外に出たことはないが、今がその時だ。誰かがやらないと。だろう、誰かがフォックスになるしかない。バカなガキがコスプレをして殺されたのか。くっそ、突然撃たれたんだろう。はあ、ブルームのせいで誰もがピアスを狙ってる奴らのせいだ。この賞金稼ぎどもが何かやらかす前に止めないと。エイデンに警告しておこう。間違った番号にかけてるようだ。今すぐ切ってくれ。俺を探しても見つかりはしない。すぐに切る。ピーとも言わない。おいおい、俺の手を焼かせるなよ。エイデンは隠れ家の一つに住んでいた。どうやらロザリオが奴に狙いを定めたみたいだ。奴が町を離れたかどうかは分からないが、連中を潰してやる。ロザリオの仲間みたいだな。あいつはロザリオの見張りだろう。
エイデンとジャクソンの精神科医ヨランダ・メンデスは仲違いしたわけじゃない。彼女が事態を理解していることをエイデンも知ってたが、ネタをつかめるようにそのままにしたんだ。彼女の本が売れるように。そして今ヨランダに向かってる連中は彼女にふさわしくない。奴らを止めないと。ニッキー・ピアスのところで何を探してるのかは分からない。彼女が姿を消してから何度か警察が捜索してる。エイデンは彼女をシステムから消そうとしたが長くは続かなかった。残りのロザリオを片付けるチャンスになるか。ロザリオが見張りを雇ったみたいだ。やるじゃないか。今頃繋がったか。手が離せない用事だった。悪い。どうした。そうかよ。こっちは賞金稼ぎどもの相手をしてた。お前んとこに行く前に止めたんだ。礼はいい。そういやデッドセックはお前とクララのことを知ってる。バンカーも見つかった。今はそこにシャーロット・ガードナーとブルームが滞在中だ。わかった。せいぜいいい一日を過ごしてくれ。ああ、そっちもな。